ピアノ上田まいり。すごい気持ちよさそうに、ね、今日すごいいい状態で、の場所の響きと、ね、楽器の響きと素晴らしい、数珠玉って上田まいり。チェロ、そしてギターも弾いてくれます、ギターも。もうこの空間、チェロもやっぱりね、響きがすごく気持ちいい。なんか噂によると僕のために作ったっていう、ね、そういう噂があって、このなんか、このなんかドーム型みたいなのもいいね。この後ね、ギターも弾いたりしてくれ、弾いたりしてくれ、弾いたりして、そして K の3番に会いましたところに飛ばしましょう。
ム TV をご覧の皆さん、こんばんは。ジュズ玉トリックです。こんばんは。お疲れ様でした。オールインファンデーライブ、ありがとうございます。ありがとうございます。今年初めてのジュズ玉でしたね。2月の末にもなって、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こんなハイテンションでしたっけ。前回は風邪をひいてたんですよ。あ、そう誕生日で、ね、もうグロッキーでしたね。そうなんです。で、今回はね、あの2回目ですか、あれ3回目 ?2 回目かな、3回目、3回目ですね。3回目、オールインファンでジュズ玉トリオ、はい、3回目のライブ終了しましたけれども、はい、今日も楽しく充実した時間、ね、とってもいい環境で、そうなんだ、音もピアノの状態も素晴らしいし、照明とかもね、はい、演奏する、ね、ミュージシャンもいいと。てん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 ということでですね、次回のジュズ玉トリオのライブは5月6日、はい、ゴールデンウィーク最後の日に、おこせというね、ちょっと都心からは離れてるんですけど、埼玉県の山奥にある素敵なカフェギャラリー、山猫県さん、この真っ黒つらい、このね、あの猫の山猫県さん、ちょっと光っちゃってるからね、詳細、あ、ダメだ、ピンボケです、ダメです。そうです、あのぜひぜひ、その日は日曜日の夜なんですけど、日曜じゃないか、あの祝日の祝日の最後の日の夜なんですけど、ね、あのご旅行に行かれてても多分もう帰ってきてる、そうですね、はい、でこうなんかハイキング、ピクニック代わりに、うん、ドライブ代わりがてら行きに来ていただけると思う、投げ銭制なんですね。なのでこう気軽に来ていただく、そこもね、食べ物が超美味しいです、ピッツァと、ピッツァと古代米のカレーとか、はい、そんな山猫県でライブを次回ね、5月6日やります、ぜひぜひ遊びに来てください。それでは次回またお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、ありがとうございます。